こんばんは。昼に引き続き、夜も登場。あっつ。今日は瀬戸チャレです。チェキ会ありがとうございました。今日は会楽しかったです。分け目定まらんやつ。お腹すいた。なかった。まあいいや、もうこれで。今日は瀬戸チャレに夜出るので、広島ホームテレビ見れる人を見てください。含みどっちだろう。私的には含みなの、高みなさんみたいな感じで。だけど南的には含みらしいの。え、どっちなんだ。それもいいか、別に伝わればいいか。私が多分みーちゃんって呼んでなくて、みなみって呼んでるから、多分そっちが馴染むんだろうね。でもファンの人的にはみなみっていうかみーちゃんだから そういう多分違いだよね、認識の。まあどちらもいいや。 お疲れ様。久々のこっち側の壁。花火の写真送ったらさ、検閲引っかかっちゃった。萎えた。めっちゃ悲しい。昨日の花火の写真。屋外だから多少近づいてても大丈夫かと思う。屋外か、だからと思ったけど、近づいてる写真はやっぱりダメだった。チェキはめっちゃ近づいてたけど。むずかぴー。また明日送り直すわ。あら、なんかマヒちゃんにタグ付けされたぞ。マヒちゃんのツイートに載ってまーす。あ、行ったわ、ここ。徳島のおすすめ、8日目。青々なるとリゾートの中にあるテラスカフェオーゲさん。目の前に広がる綺麗な海を前に、徳島の特産品が味わえるよ。バーガーとか、ナルトダイラーメンとか、がっつり系も。ラーメンとかあるんだ。めっちゃ普通に勉強になるんだけど。まひちゃんが徳島観光大使してる。えらい。最近毎回ツイートしてるよね。まひちゃんのツイート、いいねしたんで、見といてください。よかったら、みんなもいいねしといて。いいねって。いいね、いいねーって。初回限定版30枚買ったの？そう、前のと合わせたら40枚。でもハガキ買ってないから、ハガキ買いに行かなきゃ。日曜日でもハガキ売ってんのかな。郵便局開いてるんかね。開いてるか。四国行きたい。今日さ、朝10時集合だったのね。だけどね、朝10時集合だったんだけど、で10時集合で、かつ、あ、金券ショップ行けばいいか。10時集合かつね、チェキ会だから、自メイクだから、自分でメイクも髪もしなきゃいけなかったので、起きたのさ9時20分だったの。で、事務所まで行く時間とかも考えたらマジでやばかったんだけど、なんとかなったね。まあ髪はさ巻こうと思ってたけども、ストレートにしたけどさ、なんとかなるんだって。マジで YouTuber とかがね、よく企画でさ、なんか急いでる時の5分メイクとかやっ
ってるじゃんか。マジでそれだった。いつもメイクするときね、なんか何 STU のアーカイブとか見ながらやってたりとか、なんかそれこそ空間チャンネルとか見ながらぼーっとやってるんですけど、メイクするとき今日はもう何もかけずに、もう瞳孔をこうやって開きながらやばいやばいやばいってやってました。そう、10分メイクだな。昨日の夜服だけ決めてたからそれ助かった。いつも服選ぶのがね時間かかるんだよね。あれでもないこれでもない。可愛かったでしょ。そう、でも急いでる時の方がメイクうまくいく。今日チークいい感じじゃない？アイシャドウもなんかいい感じだし、なんかこってやるよりパーって、あ、 ASMR 見てから体に力が入りません。ツイートしよう、 ASMR の動画の、前のツイートが100リツイートいってないから100リツイートにしてくんない？89件のリツイートだから今。ペアチェキツイート50分ぐらいにツイートしようかな。今日チップスター食べない。こんばんは。あ、一律、あーすごいすごい、増えた増えた。すごいすごい。あ、104リツイートいた、ありがとう。じゃあ50分にツイートします。 ASMR 動画どうだった？見た人見ました？もう見ましたか？ごめん、ちょっとコンタクト入れてない。目が乾燥。どのツイート、あ、みなみとのツイートだけど、もう待って次のツイートに行くから。消去消去。めっちゃ恥ずかしかった。自分のところ早送りで見た、恥ずかしかったから。ツイッターフォローしてよ。明日お話し会じゃん。明日お話し会何部だろう、4部ぐらいかな、昼だった気がする。昼以降よろしくお願いします。ユータットバックビャンビャン、ありがとう。そう、寝る前に ASMR だから耳イヤホンして寝落ちしなよ。四国の ASMR で寝落ちしたら、みんなのポリポリガブガブ音を聞きながら。あ、火曜日ネット祭り、あれマジで。福ちゃんが一口で食べたせんべいはオキポが5口ぐらいかけてた。マジか。でもロキ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 してくれ。肌きれいだよね。私も今日肌きれいだなって思った。今日肌きれいな日かも。毎日によってそんな違うわけでもないけど、今日調子いいかも肌。こんにちは。めっちゃこんにちはって、めっちゃこんにちはって感じだね。めっちゃびっくりマーク。おきどきしてくれ。どういうことどういうこと。おきどきやってるよ四国で。オーキードーキー、オーキードーキー、オーキードーキー、オーキードーキー。こんにちは。めっちゃ今日雨、なんか
土砂降りってなって止んでみたいな。今降ってるのかな。サラピのもんじゃ見てない。もんじゃ配信したの。マジか、見たかったな。あ、葵ちゃんの猫配信見たかった。写真送ってもらおう。あ、50分になった。ツイートしよう。よいしょ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ペイ。動画だからちょっと遅いかも。行ったかな。あ、行った行った。めっちゃ福田のさ、この半目みたいな画像で止まっちゃってる。お誕生日メールありがとう。あ、メールね、嬉しい。メール、でこっちの壁の方が顔色良くない？なんかあっちの白い壁じゃなくてこっちの壁にしようかな、ショールームさんの。今後こっちの壁の方が顔色よく見える。白い壁だとめっちゃ黒く見えるもんね、肌。だからか、壁紙買おうかな。それかこっちの壁の方がなんかいいよね。全然違うわ。まあまあ、映えてる。今雷鳴ってる。嘘、怖いね。やだな。 Twitter にコメントしてありがとう。今日は24時40分から瀬戸チャレもあるので、瀬戸チャレぜひご覧ください。こんにちは。広島城クイズだった気がする。セロハンテープも買ってこんといけん。セロハンテープって言ってって言ってもしょうがないか。セロハンテープとハガキ、セロハンテープ買ってこなきゃ。セロハンテープ、セロハンテープ。え、待って、30枚も住所書きたくない。いい、コピーしよ、コピーしようかな。さすがにコピーしてノリで貼ればいいか、住所。え、それでいいかな。ハガキ自体にコピーするとかの技術はないからさ。ハガキこかいっぱいコピーして、それをテープで貼ったらいい。パソコンあるってコピー機もあるけど、やり方わからん。プリンターある、プリンター持ってるけど、ハガキいけるんかな、これ。よいしょ、いてててて、これハガキいけるんかな。わあ、あ、いけそう。え、 TR って書いてるのは何、わからん。いけるんかな。普通のやつなんだけど、いや、無理そうだな、ハガキ。よいしょ。え、いけると思う？マジ？今のプリンターいける？なんでわかるの？え、ちょっと見る？プリンター。プリンターを見せるの初めてか。なんか別になんもないかな。え、待って、怖い。この辺資料とかめっちゃあるから。え、いきなりステーキの肉まん入れ位置が。お
こういうやつです。どうかな、エプソン EW052A。 よいしょ。あ、指だった。使い方を調べてる間に書き終わる。確かにいける。ちょっと1枚ぐらい試してみようかな。やってみよう。いつかはこういう技術も身につけなきゃいけないから、いつか年賀状作る時も来るだろうから、その時の練習としてやろうかな。いきなりステーキ、まあ3回ぐらいしか行ったことないけど、そうだからみちゃがいきなりステーキ好きなんですよ。そうたまに行くって感じ。あ、そっか、裏面もさ全部自分でか、いら裏面も全部印刷しちゃえばいいんじゃん。え、めっちゃめっちゃいいじゃん。そうしよう。配信で書くだけで書い、書けるだけ書いて、書けなかった分は印刷しちゃえばいい。いや、でもちょっと全部手書きでするっていう熱も必要だよね。どうしよう。キングレコードの住所だけ印刷しようかな。で、表だけ、表の福田あかりちゃんに投票してくださいみたいなとこは、手書きにしよっか。まあ、とりあえずキングの連絡先住所はああしよう。よいしょ。まあ、確かに手書きだからいいとかな、悪いとかはまああれだけど。あ、応募券は印刷しちゃダメ。それは、それはそう。印刷できるはがき、ありがとう。ちょっと軽くランキング見ます。ブロンコ、ラパス、アーツ、フクチャンス、クルタン、ノナメ、トモ、福隠れ推し、アルレッキーノ、ちょんまげ、カナブン、ハイパー、ハヤタ、ヤシゲキ、ウータ、トウモ、トクオ、ウミ、モリケン、ギンガ、ブーちゃん、手島、福ちゃんしか、ありがとう。私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外、福田は、ストーチ、サンドの飯はうどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。次回もありがとうございました。この後は、瀬戸茶でぜひ見てください。お疲れんこ、おやすみみずみ。ありがとう。いろいろ頑張りましょう。不安大きい世の中ですが、頑張ろう、マジで。今日はそれを強く実感した。今日はっていうか、うん、いろいろ不安なことは多いけど、一緒に頑張りましょう。明日はお話し会よろしくお願いします。夜配信します。ありがとね。おやすみなさい。ありがとう。夢で会いましょう。バイバイ。ありがとうにゃ。
今日本当肌綺麗な気がする。バイバイ。バイニャン。